い、足立の42日目です。42日間もこんなことやってる。そして42日経ってもまあ食べれる作物が収穫できてない。ミニトマトはね、まあ、こんな感じです。これ色さえ変われば食べれそうなんだけど、まだ色は変わってないって感じですね。相変わらず中玉トマトは巻きなんだけど、この花とかはそのまま身にしちゃってもいい気がするね。とらずにね、うん、巻き目が一つあるな。これがやったことしおれてる。こんなことあるかな、しおれてる枝が。でこうやって取った脇芽ですけど、植えてます。別の上に植えてます。そしてなんかやっぱり再生しますね。再生したり再生しなかったり、これも植えとこう。さあ、シシトウがね、最初には植えてなかったんだけど、パパザラシが植えたらしい。これシシトウが何個もぜ収穫可能なぐらいのシシトウが何個ある。まあ、取っていいけどね。これは俺の管轄じゃないのでやめておこう。いや、ピーマン、あ、ピーマン、これちょっと小さいかな、まだもうちょっとね。倒れるぐらい横がこう元の主となる茎、わかりにくいな、主となる茎の脇からこういう茎が出てきてるんだけど、倒れてるし取った方がいいのかもしれない。一応この辺ピーマンね、なんか倒れそうだったんで添え木をしてます。あ、そうだ、ナスはねだいぶ長くなってきたんで、これあれします。3本仕立てにしていきます。まずは1本だけ支柱を立ててという感じですね。やろうと思います。はい、支柱立てました。こんな感じです。まだ1本なんですけどね、徐々に増やしていって2本3本となっていくでしょう。この辺こいつどうしよう、どんどん葉っぱが大きくなってきた。この失敗スイカの台木の部分をね、切ってみようと思う。この部分全部ダメなんで、これを切ってね、いこうかなと。おりゃ、いいよ。ここもダメだよね。要はここの葉っぱの、この葉っぱの部分だけが全然ピント合ってない。この葉っぱの部分だけはスイカなんで、台木の部分はなんかちょっと YouTube 見てたらね、台木の部分の葉っぱが出てきたら、それ全部落とすって書いてあったんで、もしかしたらまだ間に合うかもしれない。台木の葉を全部取る。よっ。ほう。これで再生できたら、いやー、弱いな。再生できる気がしねえ。もしかしたらうまくいくかもしれない。ここをね、これでちょっと様子見ようと思います。で、スイカなんですけど、なんかね、 YouTube とか見るとね、7枚目ぐらいの葉っぱをの茎を切って摘心してみたいなね、あったんだけど、全然バーッと伸びてます。バーッと伸ばしてここまで摘心するべきなのかな、わかんないね。まあなるようになるさね。いい、足立の42日目でした。